はい、皆さんこんにちは。ピロリスです。はい、皆さんこんにちは。です。というわけで、はい、確率上位ランキング第5位。5位。惜しいです。神化使ってみたとなります。もう数あるキャラの中からね、このまだ3桁番台の図鑑番号のこのオシリスが入ってくる、それにはもうちゃんと意味がありまして。で、今回まあ、はい、超アンチダメージオールだけしかないですけれども、はい、まあ、アリ視点に来て、はい、て友情結構やっぱ出してんだ。そうなんですよ。だから友情いいんですよ。最近とかおかしいんですよ。最近確かにこれ、はい、確かにな。そう言われるとこれぐらいだよな、うん、これぐらいです。これぐらいがモンストだったよな。ほんとそう。やばい、唯一のアビリティもなくなってしまう。これ超アンチダメージオール見せれますね。唯一のアンチダメージオールもなくなってしまった。いや、いいんだよ、こいつ。ほら、加速 S っすよ。加速 S 地味に効いてる。はい。てか、ボール、なんかいいな。マジっすか？俺結構キモいと思ったんですけど。最初、最初、最初、むっちゃ言われてなかった。マジ？最初、むっちゃ言われてたら、怖いって。うん、いや、キモいよね。怖いって、これ、むっちゃ言われてたんだよ。確かに、怖いわ、ちょっと。加速 S いいよ。まあ、でも、プヨに触れても加速 S、今、はい、2触れ。プヨに触れたら、オシリスは。地味にいけてんな。いや、まだ一番なんだよな。結構ね、地雷心配まだしてんだけど、はい、いや、もう地雷なんてね、今ね、合ってないようなもんなんでね、このクエストはね。大丈夫か、はい、大丈夫です、加速エースあるんで。カルノンもあるわけだし、はい、攻撃型なのに結局倍率は変わってないみたいですね。あ、そうですよね、そう、うん、そう、それがやばいんだよ、オシリスは。これだってやばいですよ、実質加速っすよ、これ3体拾ったら、うん、拾おう。ほら、加速だよ、もうこれ下まで行くな。てか、ドーマン欲しい、むっちゃやるやん。やるとでもこっからこの最強のホーミングが火を吹きますね。やれてるやれてるよね。ちょっといいんだって。ちょっと驚きなんだけど、マジで。いや、いいんだって。だからホーミングでもこれ使うまで信用できないですよね。信用できない ね、 こ い、 ね、こいつは本当使うまで信用できない。なんだこいつ、本当こう鬼門っす。こいつなんだ、マジ鬼門です、ここ。ビットやった方がいいかもしれない。クリティカルいいよ。そう、ビット、そうだ。まあでもホーミング拾った方がいいか。どうせクエやるねえし。いいよ、ほらホーミングが全体削ってほら、あ、やる。はい、クロスしなきゃやれてないですからね、下。あ、唯一のいいとこが重複してるし、食らってんな。大丈夫です、加速エース。加速エースあるからね。加速エースある。ナイス。いや、うまい。オッケー。いや、削ってるよ、やっぱ。うん、わあ、オシリスもでも、あるかもわからんね、確かに。え、ほんとに、起爆。起爆、あるかもわからんね。起爆オシリスは、ありそうっすよね。うん、最近なんか、加速求められるクエスト多いし。多いっすね。だ、オシリス求められる可能性もありますよね。うん、加速 S 入れてもヒミコの方が早いかもしれないですけど、これはね、ほんとね、受け狙いじゃなかったっていうのが多分みんな今分かってくれたと思うんですけど、ほんとにオシリスは、うん、これほんとそうだね、なんかちょっと、うん、なんか下のアイコンホラーだな、マジで。ホラーだね。下のアイコン4体並べたらマジホラーだな。これも超アンダムありますから。ほら、okay. 超アンダムだったら下を倒せてないですからね、今の。でも強いな、やっぱ、うん、進化はね、多分ね、アニシチェンで使ってる人結構いたと思うんですけど、はい、これよ、これでも確かにな、これ結構きつね。ドーマンやれることある、これだって今まででは無理だった、本当に。だって戦乱ボとかでしたよ、ホーミング、うん、貫通ホーミングとか喧嘩ってんのかっていう友情でしたからね。なんか優遇されてる気がするな、確かに。ほら、いってほら、はい、あんま持ち上げすぎたやばい方な。でもこいつも多分簡単に使う発想には多分ね、なかなか至らなかったと思うんですよ、マジで、ね、本当に。いや、オシリスを使うっていう発想に至らないよ、大抵。まずね、ほら、クリティカルですよ、わかります、重力出ちゃうね。これもなんか超アンダメでご了承できちゃうかもしれないですね。なんか好きになってきた。それやばいです。ほら、okay. 来てますね、これ。
あ、これはまずいですね。これちょっと動きづらいな、はい、まあでも加速レースあるんで、あの下に固まってるのでかい、ほら削りますよね割と。プヨ持ってったら一気に削ってくれそう、うん、プヨ持ってく手段がないんですよねここさすがにあそこ止まんないよな。まあいいんでしょこれ、ハートあるし、ハートあるし、まあ火属性だし褒め方が適当になってきた、なんだいやでもこれはマジ受け狙いとかなしで割と俺は強キャラになってくれると信じてますよ、うん、本当に。あ、これとか殴り見たくないですか。ちょっと殴り見たい、はい、なんならもう打てるからね、はい、超あんだねほら弱点なしでこれですから弱点なしでいやこれちょっと友情出します。プヨ倒せそうなんでね、すごいとこ入ったね。お、いいね、あ、いい、いい、ちょうどダンダメ見せましたね、一殴りが。だってこれ上下レーザー2回目来る前に倒せますよ。うん、これいけるよね確かにね。ちょっと怖いな、ハート取ってちょっと怖いでかい、でもハート取る、お、剣取んないでいいね、逆に、逆に使ってみたんで、ね、うん、ちょっと取んない方がいいですね。こっからっすよ。あれまだあんの。あ、あるわ、マジで長い、そう、マジで投げんなこれ。でももうこれボス戦もSS 連発で終わりってことですよね。そう、SS 連発で終わりますね。SSSSS、ね、で終わっちゃうんで、今の時代ね。はぁ、ナイス。これさえやっちゃえばもうね、あ、うん、お尻さん。当たってほしかった。これもさえやっちゃえばお尻さんで。あ、ボス2000しかないんだっけ。ボス2000しかない。あ、じゃあ、持て余しますね。上行っときたいですよね。そうね、1攻め上。上下分かれとけば結構それでいいかもしれない。確かに上下で終わりますよね。うん。容赦ないな。容赦ない。マジ。もうちょっと手加減しろよ。使ってみたいんだよこっちは。でも重力張られちゃうんで開幕しか無理っすね。開幕そうだよね。いや容赦ねえな。ちなみにいけるか。あ、加速レーザーあるんです。ナイスナイス。あ、すいません。いいんじゃないですかこれ。これいいね。いいっすよね。ワンチャンこれで突破しますねこれ、うん、全ヒロシは突破しますねこれ。上の 1P が動いて、あ、俺の 2P いけるんじゃないですか。でも次ちょっとじゃあ、はい、多分大丈夫だよね。ナイス。いや結構加速するねやっぱり。そうなんですよ、ね、S だとはいえ。はい、いいですか本気出して、うん、オシリスのいいとこ砲撃型で、これむっちゃ楽しみよ。そう、砲撃型でこの壁ドンの威力ですからね。皆さん見てください、いけるかな。まあ、最初あとダメもがないから超アンダムのあれは、お、加速です。いや、うまー、強いよ、ね、やっぱこいつ。え、強っ、強いっすよね今多分乗ってなくても持ってってったよね、うん、しかもこれとかもうさ、これちょっとじゃ、うん、これで上行って、これなんか暴れ、あ、そうそうそうだね、上行って拾って帰ってくるかな、帰ってくるっていうか加速レース信じるか。加速レース信じて、もう大丈夫かな。さあちょっと、いやこれよ、これこれ待って、今1回しかね、1回しか触れないから、これ1回しか壁に触れなかったけど、じゃ超アンダメと、うん、壁に触れでどんぐらい出るか。ああ、 そうだね、そのでもこれいろんなパターン見せれてるな。そうですね、ほら、あ、すごいよ、5万、うん、3フレしたな。でもあ、これもう触れまくって、はい、触れまくって、触れまくって加速もあるでしょ、絶対も持ってくるでしょうねやっぱちょっと遅いね、ちょっと遅いですね、ちょっと遅いね、はい、あ、でもまあでもパワーがじゃないんで、確かに、はい、実際パワーだったらもっと遅かったってことか。そうですね、もっと遅かったと思うんで、ちょっと角度つけないとダメだ、うん、まあ難しいですよねそれはね、うん、やっぱこっから多分みんな使っていくと思うんで、その時になんかスピードとかの感覚もね、あの、これなんかそれ楽しかったな、面白いですよね、面白いですよ、うん、マジホラーだなこいつ。あ、マジですよ、でもいいね、なんか意外とが好きになりません、うん、好きになる、好きになれますよね。まあ、俺使わないですけど俺使わないですけど好きになれるよ、こいつなんかないから確かに、はい、急にこれ37回とかで採用してもいいんじゃないですか、うん、本当に
壁ダンスからね行って、うん、これほんと悪くないよな、悪くないんだよ本当に、加速エース壁ダンスだって、エクリプスよ、うん、砲撃長距離感でしょ、これ強いっすよ、面白い声援してんな、うん、こいつはこの絵は本当にパズドラにいそう全部そう本当ね、これはパズドラ本当ね、いそうですね、うん、ちょっとね、はい、うん、なんでぜひねちょっと皆さんもオシスガチ勢の人はぜひね、うん、ここでもこういう使い方できるとか、うん、ここで強かったですとかね、うん、オシスチャレンジしてる人はちょっと教えてほしいですね、ですね、過激3周、あ、過激2種つけて4500上げたら3万6000ぐらいでしょ、いや確かにこれ、うんうん、超安定増えただけで4万5000ぐらいまでいくってことだよね、うん、相当だよね、4万7、8000いくのか、過激3種で、過激2種か、こいつ重心化したらやばそうだね、やばそう、本当に本当にやばそうじゃない、本当にやばいと思う、これいいとこ取りじゃなくてもやばいっしょ、うん、別にこれ重心化したら超アンダムに、まあ、なんかつくかは分からないですけど、分かんないけど、で砲撃型じゃないですか、うん、カビオン大号令じゃないですか多分、そうだよね、うん、あと超目標強化の方が12になったり、加速がまあ加速に普通になるんだろうけど、うん、そう超強い、いやこれ強いよなめっちゃ強いっすね、期待できるな、期待できますね、絶対ダメオマイスになると思うけど絶対ダメオマイスになると思うけど期待したいですよ、うん、期待したい、壁玉が消えないじゃん、壁玉は消えない、どっちもさすがにこれで消したら、うん、みんなおこになりますよ、さすがにこれはね、これもうちょっと先言っときますけど、うん、これ壁玉消したら荒れますよ、壁玉消したらこれは荒れると思うけど、うん、はいまあなんでぜひ皆さんちょっとこの絵を機会に使っていただけるとね、うん、あの嬉しいと思います、ね、はい、よろしくお願いします、いやまあでも確かになかなかちょっと珍しいもん見れましたわって言ったらね、うん、ちゃんと努力をよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、さあ今回もゲームエンターテイジョー3からお送りしました、ピロリスでした、シロリス、こちらです、ありがとうございました。アカウントを量産して何しろなどがり低評価をつけまくってやるぜ、やめてよ。